キベロンはオーストラリア海軍の駆逐艦。救急。後に対戦フリーゲートに改装された。1942年収益だが、第二次世界大戦中はイギリス海軍によって運用された。1940年10月14日寄港。1942年1月31日浸水。同年7月6日収益。 統治作戦事項に伴いキベロンも地中海に入る。1942年11月28日、キベロンと駆逐艦クエンティンは、ボーヌ沖でイタリア潜水艦で自衛を沈めた。1942年12月2日、キベロンと軽寿命艦、オーロラ、アルゴノート、シリアス、駆逐艦クエンティンで構成された。旧部隊は、シチリア海峡で敵船団を攻撃し、 輸送船4隻すべてと護衛の1隻、イタリア駆逐艦フォルゴーレを沈めた。しかし、その帰路にクエンティンがドイツ軍機の攻撃で撃沈された。1943年1月まで地中海で活動。それからはインド洋での戦団護衛に従事した。1944年になると日本支配地域への攻撃にも参加した。1944年10月のミレット作戦では、 ニコバル諸島の砲撃を行った。1945年には、日本本土への攻撃作戦にも参加した。対戦フリーゲート改装後の HMAS キベロン1950年5月15日、退役。対戦フリーゲートに改装され1957年12月18日に、最終役1964年6月26日、退役。 1972年2月15日に売却され、解体。ありがとうございます。